はいどうも皆さんこんにちは、ドクターカエルです。今回は少し前にあったなにわペンショーで買ってきたインコの紹介をしていきたいと思います。それがこちらで、トノリムさんと長沢文具センターさんの梅田茶屋町店がコラボした限定インクでバタフライピーアイズとなっております。インク瓶に入っている状態だとこんな感じで、紫のインクにはなっているんですけど、ちょっと光の当たり具合によっては緑っぽくも見えますね。そして底の方にはこんな感じで紫色のラメが溜まっております。そもそも私はバタフライピーアイスっていうのを知らなかったんですけど、調べてみるとバタフライピーっていうのが日本では蝶豆って呼ばれているもので、おハーブティーに使われている材料ですわ。はい、ということでこのバタフライピーアイスはレモンを入れると青から紫に変化するおハーブティーで、このインクは逆に書き始めは紫なんですけど、時間が経つと青色に変化する、時間が巻き戻っていくようなインクとなっているみたいです。ということで早速書いてみたいと思います。はい、ということで今回はトノリムさんと長沢文具センターさんのコラボインクバタフライピーアイスの紹介でした。いかがでしたでしょうか。私は青緑が好きで、普段は青緑系のインクばっかり買ってるので、こういうね紫系のインクを買うことは珍しいんですけど、めちゃくちゃ綺麗な色ですね。時間経過で色が変わるっていうところも面白くて、
描き始めは本当に紫って感じなんですけど、時間が経ってくるとだんだん色が薄くなってくるというか、ちょっとずつ青色っぽくなってきて、最終的にはなんか結構薄めの青紫みたいな感じの色になってますね。ただ最後に塗りつぶしたところに関しては、青というよりもどっちかっていうとちょっと緑っぽくなってるかなって感じですね。まあ、こういうインクって紙との相性とかもあるので、もしかしたら違う紙とかだとしっかり青紫になるのかもしれません。あとはこんな感じでギラギラと紫色のラメも光っているのがめちゃくちゃ綺麗ですね。こっちの文字の方がわかりやすいかな。このインクは限定販売らしくて、普段は買えないみたいなんですけど、めちゃくちゃ綺麗なインクなので、またどこかでおそらく再販はされるんじゃないかなと思いますので、気になった方は探してみてください。ということで、いつも通り最後にインクの洗浄をして今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは普段からいろんなインクや文房具を紹介していますので、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。